日13時、エルジア王国がオーシア連邦に対して宣戦を布告しました。この直後、オーシア各地に多数の軍用機が飛来し、破壊活動が行われました。空軍省の発表は、攻撃に使われたのは全て無人機であり、密かに国内に持ち込まれていた貨物コンテナの中から発進したのではないかとしています。海軍省によれば、一連の攻撃は、オーシア国内数カ所の軍港に向けられており、オーシア海軍の航空母艦は、停泊中と建造中のもの、すべてが損傷したとのことです。洋上を航海中だった空母、その他の艦艇については、発表がありません。さらに、ただいま入った臨時ニュースです。南ユージアに建設中の国際機動エレベーターが、エルジア軍によって占拠された模様です。なお、ハーリング前大統領が機動エレベーターを視察中でしたが、消息は不明です。一部政府筋は、今回の宣戦布告は、ハーリング前大統領が掲げた政策により、エルジア王国があるユージア大陸に建設された機動エレベーターに対する、エルジア側の経済的不満が引き金になったと推測しています。オーシア連邦大統領府は、非常事態権限法を発動し、ユージア大陸派遣艇船監視軍を含む、オーシア陸海空軍に対し、直ちに反撃準備に移るよう命令を下しました。国民の皆さん、我が国は戦争状態に入りました。繰り返します。エルジア中央放送からのニュースです。オーシア海軍の航空母艦、ケストレル2の艦載機が、エルジア王国の首都ファーバンティ付近に対し攻撃を行い、エルジア空軍機がこれを撃退しました。なお、この空襲中にオーシア軍機から放たれたミサイルが市街地で爆発。また撃墜されたエルジア軍機が複数住宅地に墜落したとのことです。世界はこんなだった。20年前、小惑星が砕けながら地球にぶつかった。軌道に正面向いてたユージア大陸はこっぴどく痛めつけられた。大陸で一番でかいエルジア共和国には難民が押し寄せ、国がめちゃめちゃになった。やけを起こして戦争を追っ始めたが、この戦争はエルジアの負けだ。うちの父さんが死んだのは次の戦争だ。二つの大陸の巨大国家同士が争って、うまく手打ちにしてのけたのがオーシアだった。オーシアは世界に平和と安定をもたらすのは自分たちだと考えるようになった。痛手から立ち直れないユージアの国々を救ってやろうとさえも。ユージア大陸には文字通り天へ向けてそびえる軌道エレベーターが作られた。主にオーシアの金で。提案したハーリング大統領というのは善意のつもりだったんだろうが、エルジアあたりには支配を持ち込む構造としか見えなかったわけだ。エルジアは共和国から王国に戻ってた。彼らが始めた戦争はなかなか見事なものだったらしい。宣戦布告から時を置かず、軌道エレベーターにエルジア軍が吸収し、無血のまま塔を抑えた。視察に訪れてたハーリング前大統領の消息は不明。同時にオーシア各地の港に停泊していたエルジア船籍コンテナ船のコンテナの蓋が開いて、無人の戦闘攻撃機が飛び出した。無人機でここまでできるなんて誰も思ってなかった。とことん精度のいいピンポイント攻撃で軍事目標だけを叩いた。民間の町にはかけらも危害を加えずに。オーシアが軍隊を世界中に駐留しまくって嫌われてたのに対し、エルジアはクリーンに随分高得点なことをやってのけたってわけだ。私が空のドラッグレーサーで飛び込んだのはそうした真っ只中だった。私かい？生きてたさ。煙が上がるオーシア空軍に不時着し、そこで戦時航空法違反とやらで拘束された。ほんのわずかの間に戦時とかいう生きにくい世の中に変わっちまってた。エルジア王国王女ローザ・コゼット・ド・エルセです。オーシアの飛行機のためにエルシアの民間人に被害が出ています。私の海洋艦校校舎が壊されました。国民の皆さん、残念です。
判決を与えられ貨物船に詰め込まれた。一緒なのは軍法会議で有罪の軍人たちと、懐かしいあの砂漠でモスボールされてた軍用機どもだ。何日も南下して、それから東に向かった。着いたのはここユージア大陸のエルジアとは何千キロも隔たった反対側の端だ。殺風景な港には真似事の警備艇が3隻。基地だって鉄条網で囲まれて、サーチライトと機関銃が監視塔で狙ってて、ゲートには装甲車がいつも居座ってる。その砲塔は内側を狙ってた。牢獄だ。対空陣地の半分はダーミー、タンクローリーの半分も膨らませた風船、滑走路の何本かは地面に描いたただの絵だ。本物なんて一つもないまがいものの基地。私は超音速機をレストアした腕前を買われて連れてこられた。モスボール機のスクラップで偽物の滑走路に並べる何かを作れと言われた。バカバカしい。私は脱走を図ったさ。だが奴ら犬を放ちやがった。エルジア王国がオーシア連邦及びユージア大陸内に国際停戦監視軍を駐屯させる各国に対して宣戦を布告した。宣戦布告の数秒後に開始された奇襲攻撃により大陸各地の戦力が大きなダメージを受けている。現在ユージア大陸にはエルジアに同調する勢力も現れている。大陸の大半はエルジアと同調勢力によって制圧され、我々は大陸東部に追い込まれつつある。また各国が協力し建設した機動エレベーターがエルジア軍に占領された。機動エレベーターは前の戦争の和平の象徴であるとともに、ユージアにおけるエネルギー問題の解決にも大きく貢献するものでもある。これを手中に収める者は大陸全体への影響力を持つことになる。我々はこのような目論みを見過ごすことはできない。フォートグレイス島基地飛行隊は機動エレベーター奪還任務部隊の戦闘序列に入り、先遣隊として出撃する。第一にスコフィールド高原を東へ進撃する敵部隊を攻撃、味方地上部隊反撃への妨げを排除する。敵は対空レーダー搭載車両複数を街道沿いに配備し警戒している。これを破壊せよ。今のところ脅威度は低いと考えられる。しかしこちらの航空攻撃により敵も航空部隊を増援することを予想しなくてはならない。その場合、速やかにそれを撃退し、航空優勢を確立せよ。車両だが、対空兵器や軍用車両も存在している。目標を破壊せよ。ただし HQ からは民間人、民間施設への損害は絶対に出さないよう申し付けられている。しかし撃墜された機体が民間区域へ落ちることはありえます。ゴーレム2、つべこべ言うな。これが今の戦争だ。明治隊、対空レーダー車両を確認できるか。君たちのすぐ近くにある。ああ、始まっちまったな。トリガー、今のが戦争開始の合図だ。対空レーダー車両が破壊された。ヤクザの目的はレーダー車両だ。目標を破壊、残りあと5台。敵を破壊したぞ。戦闘機を要請しろ。レーダー車両を守るんだ。対空機銃が俺たちを狙ってる。油断するな。
さなき各自判断で続行せよ。メコ、敵、敵の迎撃だ。およそ30秒後にエンゲージ。メコ、おいでのスタート。トリガー新入りとも、敵と味方の区別はつけた。最新世代の IFF は衛星経由で軍とつながっていて信頼性が高い。レーダーを信じろ。最後のレーダー車両を破壊。よくやった。デッキを基地から引き離せ。レーダー車両は始末したが、迎撃が撤退しない。すべて片付けるんだ。引き続き作戦を続行せよ。敵の戦力は可能な限り頼む。地上目標破壊。敵のレーダー車両を破壊し、航空優勢の獲得に成功した。これで機動エレベーター奪還任務の最初の障壁が消え去った。事後は他部隊と共同反撃作戦に向かう。機動エレベーターを奪い返そう。